夢を見ていた。桶狭間での武威は信長の名を世に知らしめた。波動をなすなどとくだらぬことは言わぬ。だがこの戦国乱世は武の力により開かれた。力が開きし戦国乱世はより強大な力によりねじ伏せられるべき。ゆえに信長は天下に武を敷くと宣ずる。それが世の望み、そしてこの信長の望みだ。秀吉、は家康、は光秀、は勝家、は忠勝、はここにわしは信長たるゆえんをなさんがため、武田を打ち滅ぼし、この長篠に再び武を敷く。全軍開幕だ。板振り、名振り、そして武田のすべてを目から絶やせ。濃姫は織田信長の妻である。影のように常に信長の傍らにあった。信長は桶狭間における今川撃破を皮切りに圧倒的な武威で戦国を凌駕しつつあった。対して信長の求心を疎む旧勢力は同盟し、信長を包囲殲滅戦とした。反信長同盟の巨頭武田勝頼は戦国最強と謳われた武田騎馬軍団を率い、長篠の地で信長を馬蹄に蹂躙戦とする。まさに比企だが、濃姫は信長の隣にあった。私の全てはあの人のものであれば、父であろうと。第一話、長篠の戦い。どこまでも、お供。長篠にて古き世は終わりを告げる。その様をしかと目に焼き付けておけ。撃て！進め！銃撃の隙をつけ！来た！熱風呂へ。いざ！あなたは押して参る！押されているか。それでこそ魔王が妻だ。舞台は戦国最強、なぜ突破できぬ。で、あるか。鉄砲隊、連続戦車、武田を滅せよ。押して参る。真田幸村、戦場にまかり通る。鉄砲など武田騎馬軍団の敵ではない。何とぞ長篠城へ救援を。私の前にひれ伏した。それでこそ魔王が来る。Thank you.
もうよかろう。攻撃やめい。全軍武田本陣を攻めよ。おのれ、やむを得ん。撤退するぞ。逃げる。無益、無駄、そして無妙よ。進め、武田を無に帰すのだ。名のある武士とお見受けいたす。なんのこれしき、これしけない。敵将、私の前にひれ伏したの。それでこそ魔王が妻ぞ。ババミノの神、これより織田軍へ突撃する。名のある武士とお見受けいたす。そこへ引き、私の前にひれ伏したの。お見事ですな。いやー、ほんと、申し訳ないですね。さつより様には指一本触れさせぬ。覚悟せよ。敵将、私の前にひれ伏した。それでこそ魔王が妻ぞ。主のため命を捨てるか。くだらぬ命、くだらぬ主。吹いてみせる。わしが負けるなどありえぬ。敵将、私の前にひれ伏したの。お見事にございますな。勝敗は決した。今は武田を根から絶やせ。もう武田の助かる道はない。ならば最後にもののふの意地を見せよう。いざ尋常に勝負。敵将、私の前にひれ伏した。お見事ですな。それでこそ魔王が妻ぞ。救援感謝します。私には生きて貫くべきものがある。
えるのだ。この戦は徳川救援のためのもの。家康殿の一時にしては何の意味もありません。して参る。私の前に切れずしたい。それでこそ魔王が妻ぞ。血は触るまい。感じてくれた。勝てるくらい。